大変長らくお待たせいたしました。ただいまから本因坊秀作杯決勝戦の公開対局を始めます。プロ8名アマ8名による熾烈なトーナメント戦を戦い抜き、決勝戦に勝ち残られたお二人の棋士をご紹介いたします。日本棋院潘善輝八段でございます。同じく日本棋院鶴田和志三段でございます。本日の大盤解説は大会総審判長を務めていただきました日本棋院蘇耀国九段です。引き手は田中瀬月アマ六段です。時計係は日本棋院小松大輝二段、記録係は日本棋院伊藤正史四段。よろしくお願いいたします。なお本日の5番は平成9年5月にホテル夏菊城山で開催されました第52期本因坊戦第1局において使用されたもので、張智訓本因坊加藤正夫挑戦者の名がございます。よろしくお願いします。それでは握ってください。それでは対局を始めてください。それでは蘇九段よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ決勝戦が始まりました。そうですね、はい、この本で潘八段対鶴田三段の組み合わせは予想されてましたか？そうですね、今回の出場メンバーで、まあ、潘さんが一番のベテランで、はい、であとはもう若手が多いんですけど、まあ、本当にもうみんな優勝候補で、はい、ちょっと絞りにくいなというふうには思ったんですけど、はい、まあ、でもやはりそうですよね、うん、2人が決勝戦に進まれたということは、この秀作先生、秀作杯、本因坊秀作杯に縁があるということですね。分かりました。本当に若手が多いですね。そうですね、はい、あ、始まりまして、ハンさんの順番ですね、はい、こちらに、はい、今こちらまでですね。そうですね、まあ、割と普通の立ち上がりですね。蘇九段は、この秀作杯で前回も優勝されてますよね。そうですね、はい、優勝する秘訣とかってあるんですか？いや、もう全然ないんですけど、毎年、はい、まあ、参加できるだけで非常に嬉しいなと思って。確かに抽選が結構厳しくて。そうですよね、プロの先生は今年も52名の応募があって、今年も52名で、去年も、ね、はい、48名でしたから。そうですね、その中から8名という、そうですよね、なかなか、もう、やはり出場できるだけでもう喜んでいるので、もうそういう、はい、そういう気持ちで、はい、臨んでおります。あとの皆さん、気になっていると思いますが、優勝賞金が100万円かける3回で300万円ですね。なるほど。でもそれ、十数回かけて、3回なので、で、あと、多分現金もらったらすぐに使っちゃうと思うんですけど、日本棋院は給料振り込みなんですよ、後になって。そうすると、なんか貯金になっちゃうような気がする。給料振り込みだったら口座に入る。多分振り込みなんで100万もらったら、すごく使ってしまうと思うんですけど、はい、じゃあ、今ちょっと貯金ですか？かな。これはやはり、イーセイドムさんとアルファゴさん、まだ人工指導がやはり、ね、AI が人工指導、ここに打った手がやはり最近非常に流行ってる。そうですね。
アルファ、うん、アルファ校のこの点をプロがすごいこう今真似してますね。昔だと考えられなかった。昔だったら大体ここに開いてたんですけども、アルファのさね、ここに一回打ってね、これでね、はい、先手を取ってね、はい、まあ、例えばこういうところに行ったりするんですよ、はい、この形でね、はい、手抜きをするという新しい発想を我々人に教えてくれた多分ね、これアルファ子、アルファ子先生が打たなかったらね、はい、なかなかみんなずっと多分これで、はい、これで多分、まあ、50年ぐらいはこれで打つそうな今、ソープ団は NHK の、あ、そうですね、はい、フォーカスを、はい、あの、おっしゃっていた、もし皆さんで言われたら、あの、全然なんですけど、ちょっと頑張ってください、11からお願いします。今日皆さんに曲がされてるんですけど、どうですか、ああいう囲碁講座とかは初めて？そうですね、僕の時そんなに解説も上手くないし、いや本当にあの、そういった囲碁講座を初めて、はい、2人を投げて、ここ断面なんですけど、でこういう風に振ったりすると、これ具現されて、はい、実はね、僕この大会でね、いつもなんか最近はプロがよく決勝に進んでるというイメージを、はい、もうぜひ。皆さんにも頑張っていただきたいなというふうに僕が言うのもおかしいんですけど、やはり、まあ、やはりこの囲碁秀作囲碁大会、まあ、囲碁祭りというのは、の方が決勝にもし進出して、まあ、もし優勝とかされたらもっともっと盛り上がると思うんですよ。まあ、でもプロもね、すごい遠いところから、例えば僕だったら東京からここに来て、相当気合は入っている、はい、普段お酒大好きなんですけど、はい、そのこの秀作囲碁祭りの前夜祭はあんまり飲まないようにして、気合入ってます。はい、気合入ってます。はい、そうくだ、まだじゃあ応募していただけるんですか？そうで、でもなんか今回ちょっとハンクが出てすごいもう抜けててベテランだったので、ちょっと本人もすごい気にしてたんですけど、なんか次回応募して、もし例えば運よく当たったとしてもちょっと恥ずかしいなという気持ちもあるあの知り合いが少なくてみんな若手ばっかり、はい、今回は本当若手が多いんですけど。そうなんですね、はい、去年は前走にそこまでは、そうなの、去年はね、解説が山田選手、久美男先生で、で決勝戦だったのが中野さん、そうすると安心しますよね年齢がやはり40代が2人いるだけで、はい、あと、まあ、本さんも僕と同じぐらいで、なんかやはりね、自分と同世代の先生がいるとだいぶ安心するみんな若手だからね、はい、お、こう打って、お、すごいですね、ここに打ったの、はい、これはね、普通だったらこういう手はちょっと損な手なので、はい、やはり読みが入ってるんですね。もう何かをこれ、この日本交換で何かを封じてこの黒を取ってしまう、はい、そうでないと打てないんですね。そうでないとできればこの交換はない、はい、これやはり羽を打って押されると、はい、この黒が強くなってしまうので、はい、将来この4つにちょっと影響がない、まあ遠いですけどそこは影響がない。そうですね、日本に所属で中部総本部で、あの鶴田さん、はい、志田さん、はい、まあ、一番有名なのが多分飯田さん、ね、この中部の三田という、はい、みんな、まあ、田が、ね、でもとても有効で、はい、みんな強いという、もう有名なんです、はい、業界では、はい、ですね、その鶴田三段は準決勝で、あの今すご
ごい大活躍の。そうなんで大活躍の芝野君も破って。そうですね。でもね、今の若手はね、すごいもう昔の時代と違ってね、みんな強いんですよ。みんな強くてね、実力もね、そんなに変わらないんですよ。そんなに変わらないので、その時の、まあ、1曲1曲で勝敗がね、読めないですね。うん、はい。まあ、いい子打った方が勝ちそうなので。ちなみに、半国勝ちだったそうですか？半国だったんですか？さすがですね。僕はちょっと大体やめ試合で、自分が死ぬか、相手が死ぬかという、すごい、半目というのはね、やはりね、多分皆さんが半目勝負というのは、偶然でたまたまと思うかもしれない。実は違うの。違うんですね。それはね、お互いがコントロールしながら進んでる。コントロールして、最後に、まあ、ちょっと敵のいい方、半目を起こすという、決して偶然じゃない。必然なんです。必然なんです、半目勝負というのは。すごいですね。すごいね。強い人はよく反目勝負だ。いつもね、こういうところにね、若手がね、座ってるの見えるんですよ、ここから。この辺の若手呼んだら、すぐ教えてくれる。これ、どっちの方が有利って。なんか、まあ、やはり公式戦もあって非公式戦もあるんですけど、でもそれを含めたまま普通に考えればハンさんは優勝経験あるはずなんですよ。ということはやはり決勝戦を緊張されてる方々緊張して本来の敵があんまり良くないという。最年少リーグ入りを。コイントリーグは一勝で。16ですよ、彼。全然若いですよね。すいません、ありがとうございます。はい、すいません。すいません、突然。まあまあ、こちらは。はい。じゃあ、形勢判断。どうですか、もう形勢判断できてます。ちょっと黒が多いです。はっきり。大丈夫ですよ。でも対局者に言ってあるから、ね、こういうことも起きあり得るから、我々の解説を気にしないという最初から聞こえてないと思います。そう、聞こえてないから大丈夫。ということで、芝のギターはこちらを持ちたい。こちらを持ちたいですね。芝のギターはこちらですね。いやでもね、僕はね、こちら持ちたいんですよ。いや、そうそう、そうだからね、だからね、まあ、芝生君も正しいと思うんだけど、でも、まだまだっていうことですよね、小さいもんね。じゃあ、プロでも意見がちょっと分かれるところなんですね。すいません、本当にわざわざありがとう。皆さん、顔覚えてあげてください。もう本当に、大活躍だと思います。昨年は、勝率第1位を取ったんですよ。最大井山さん、なるほど。でも勝率第一で、8割以上の成績でしたね。何勝何敗ですか、ちなみに。皆さん勝率を去年は39勝9敗。すごい、39勝9敗ですね、この数字。39勝9敗同じ頃相手に39勝9敗すごいですね。若いからみんな、なんていうの、下の方で打ってると思われがちなの。実際はそんなことない。今ルールが変わってね、もう入団1年目から九段の人が当たれるし、上の人も当たれる。なので強い相手と当たって39勝9敗ですから、今回も本命だったんですけど、まあ、ちょっと残念だったんですけど、はい、まあ、でも本命勝負もね、するため、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
芝野君の判断が正しいと思うんですけど、こちらがいいんですね。あのはっきり言ってた。はっきり言ってた。で、結構進んでます。そうですね。こうなって、こうなって。この手は結構余裕を感じさせるんじゃないですか。ちょっと自信あるかな、やっぱり。やっぱり芝野みたいな。うん、そうそう、自信ある。芝野君の話を聞いてから急に頑張りましたもうこの大きいのは相当ありそうですね。これぐらいはですね、これぐらいの、これぐらい、まあ、最低でもこれぐらい。どうですか、しのげそうですか。わからないでも確かになんかやはりさっき芝野君呼んでからどんどん僕はこっち持ちたくなってきた。やはりもうさすがです、ね、正しいで、鶴田さんというのはあの割とバランスがあって、まあ、読みがしっかりしていてバランスがあって、だからハンさんが仕掛けて鶴田さんが、まあ、白くというか弱いし、弱いし、これは大成、まあこういうのがならないですけどこちらの考慮時間が1分ですね、はい。ここどうしたの？28秒。鶴田さんが裁判所で時間がかかりました。打ち線難しいよね。これなかなか変えないのかどうかも。この石がこの石がなかなか7、うん、ああ、なるほど。ただ2、こっちになりました。4、5、6、7、8。まあ、普通に考えればこういう流れはやはり、もし皆さんがあのこちらの立場だったら多分すごい大変と思う。すごい大変。もうだってね、忙しいからね、こっちやっとみんなね危ないし、はい、ただ手が見えるから、手が見えるからこういう打ち方でも何とか手が見えるから。25秒、はい、5、6、7、まあこれは大体こう、はい、うん、まあ、あんまり喋らない大変です。なんかちょっと別の話をこういう賞金の高い大会でね、緊張します、ね、伝わってきます。うん、伝わってきます。普段はあんまり緊張されないですか。いや、すごいめちゃめちゃ緊張してる。いつもすごいドキドキして言ってるんですけど、はい、そういう感じにはあまりいや、内心ではすごい、はい、はい、すごい。この辺で、あ、半目勝負にはならないと思います。ただ、僕が言いたいのは、もう、なんていうか、もうすごいもうコントロールできない状態になってるんですけど、もう止まらなくなってきた。そうなの、止まらなくなって。残念ながら反目勝負やったりしない10秒、1、2、3、4、5。これは打ちたい。そうするとまだはまだまだ分かんないね。面白いですね、本当に。あら分からないですね、本当にこれ、ね、いや、まあ、でもどっちが得したのかどっちが損したのかちょっと分からない。これも結構そうだな。計算は得意ですね。計算も実は得意。あ、実は結構通訳少ないってことは何が得意なんでしょう。あの、早口で言われた。ただ早い。行われたプロアマ戦でも優勝されてましたね。あ、そうですね、はい、あれも早くですよね。あれも同じ、こっちだと同じで、佐藤先生に対しても全然ダメだったんですけど、はい、もうはっきり負けの5歳も反目させて、反目、はい、それ反目になりました。あれは偶然でしたすごい、栃木のプロアマ戦でも優勝されて、あれは1回ですね。あれは1回ですね。なんか今年できたみたいで、あ、はい、あの
の推薦のプロが2人と、あと新入団が2人と、女流プロも2人。あ、はい。で、女流プロ、女流棋士2人、新入団2人、日本棋院推薦の棋士が2人、はい、6人。で、栃木出身のアマの方が6人、12名で、同じルールのルールのほうも一緒です。まあ、秒読みだったかな、あっちは。あの全ての方が秒読み好きだった気がします。はい。あちらが医師の分。あ、そうなんです。ハンディがちょっと違うので、生じゃない医師の。はい。なので、本来だったら、須藤先生もその話してたんですけど、本命はアマの方ですよねって言いながら、最後決勝で、先生と。はい。そう。ここでもね、張さんとすごい仲良くて、張、はい、さんって非公式戦強いよねすごいいつも僕のこと話してます非公式戦だったら僕も負けるかもって非公式戦で張さんだったら結構それは孫で言われるんですか？いいです、笑いながら非公式戦の帝王だねすごい笑われてます、ね、いやでもすごい嬉しい優勝できるこれね、中で映画をすると、今度はね、こちらがね、あの少し得しました。形勢はわからないんですけど、本来だったら多分こちらがね、もう相当危なかった。危ないというか、もう、なんか、どっちが死にそうで、今の治療はね、まだまだ、これ、この、ね、この目を確定させている。今、ソークダーには計算をしていただいております。こっちですか？こちら、広が2階いいですか？はい、よく数えたな。これぐらいあったかもしれない。これと、これ白がですか？うん、あ、白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 、はい、いや、ここちょっと見たかったな。なんか、うん、でも僕はこちらです。僕は、はい、やはり計算が得意で、サダ君が。94点をもちまして、白番鶴田三段の中押し勝ちとなりました。はい、こちらが。はい、黒の半八段、黒番の半八段が投了されまして、鶴田三段が見事優勝されましたね。おっさんは、まあ、読みどころ
あのこれ死にそうだけどね、あの元々いや死にそうだけどなかなか知らない。一度を利用して気がつくんですね。あこの飛びで一度を取った方がよかった。なんかトイレだったらこすんで桂馬ができたら結構形にはなったり、こすんで桂馬に向けて結構結構主導権を得る。なるほど、黒そんなに余裕ないんですね。いや、せめてここ大きな黒字できればまだ打てると思ったけど、でもやっぱりこれ結構でかいとか。いや、でも僕も2位上の形になればいけるかなと思ったんですけど、いや、でもやっぱりあのさらにちょっとその辺で頭がおかしくなっちゃって、いや、これもなんか、もうなんか黒さんが潰れそうだよね、なんか。いや、めちゃくちゃあの、派手だけ、おしゃったこれもおかしかった、コスミ、あ、なるほど、そうですね、派手だ。いや、もう、ね、でもすごい戦いでしたね、さすがに、はい。もう何も分からなく解説してて、僕は柴田のコメントを信用して、それもね、実はここちょっとね、黒がちょっと甘いのかな、ちょっと甘いです。白、この打ち込み、ここまでやらないで、ここまでやらないで、ね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 、ここまでやらないで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 、ありがとうございました。以上をもちまして、決勝戦の公開対局を終了とします。お二人の棋士にもう一度大きな拍手をお送りください。優勝は日本棋院鶴田和志三段でございます。表彰優勝本因坊収穫会鶴田和志さんが、あなたは第69回本因坊収穫ごま祭において当時の功績を伺いましたので承知します。失敗しました。おめでとうございます。素敵な笑顔ありがとうございました。また皆さんにお越しくださいね。